どうもナンシーです。今日はですね、オス1羽だけで入ってる小屋にですね、今年生まれたヒナメスをね移しに来ました。ここは、白富士のオスと白のメス3羽入れてあります。ここは大丈夫そうですね。結構ね、年配のオスになると他の小さい鳥はいじめないそうなので、一緒にしても大丈夫なので一緒にしてます。こっちはですね、白富士のオスアップだよ。白富士のオスと今年生まれの白のオスと褐色のオスを一緒にしてますね。今のところこのオスね、いじめてないから大丈夫でしょうね。いじめてないよね。オス3羽ですけどね、このオスからしたらこのね2匹の若造たちは別に害加えるわけじゃないから。ちょうどこう白富士と白と褐色3種類ね揃ってますね。これが大人になったらできないですけどね、今のうちだけ。ちょっと足が、こちらは身の引きのオス、今ちょっとトヤ中ですね、と白富士のヒナたちを一緒にしてますね。ここも、このオス結構子煩悩なんでいじめたりしないですね。大丈夫、隣もね大丈夫だね。 OK。 こっちは白富士のオスと褐色のメスが2羽一緒に入ってます。まだヒナなんでね、交尾もしないし、このオスはおとなしいんで多分乗っからないんじゃないかなと思います。今のところ順調なので、ここも同居できそうですね。 OK。ここがちょっとね心配なところ、これはオナガドリではなく当天候ですね。当天候の若オスと年配の昨年生まれのメスですね。ここはもう、このメスのために今年このオスをね孵化させたので、なんとかペアになって、ただちょっとねオスがまだ全然若いのでメスがいじめれる可能性あるので、ちょっとここは様子を見てダメそうだったら引き離します。こちらはですね、おお、何オス2、メス2の、メスがキジメスとカシワメスのね2種類です。ちょっとこの手前のキジメスは卵を産まない可能性があるので、向こうのカシワメスに期待して来年ちょっと卵を取ってみたいなと思います。よろしくお願いします。お嫁さんを見つけましょう。